つでしょうか。では、いよいよ2部の方スタートしたいと思います。皆さんぜひ盛り上がっていってください。ということで2部からはですね、こちらのメンバードラム、大丈夫です。ドラムキムキムこと木村信弘さんです。よろしくお願いします。そしてベースが池田誠一さんです。よろしくお願いします。はい、ね、もう昨年からですね、こうやってちょっと時々こうやってあの一緒に演奏していただいて、セラトリオとしてるようなんですね、演奏していただいてます。今日私もあのリリースライブなのでぜひ一緒に出てと言ったら心よく出ていただきたいありました。で、そうですね、ちょっと1部はしっとりしていますので、2部からは元気のいい曲たくさん歌っていきたいと思っております。もちろんベストアルバムの収録の曲となっているんですが、準備はいいですか。はい、いきますね。では恋のステップという曲をお届けしたいと思います。これはあのデートをしていて、こう気分がルンルンってしている気分を描いた曲となっております。ぜひ聴いてみてください。
では続けていきたいと思います。通勤通じてなんか曲はですね、なんか今日私口よく噛んでるなと思って今日自分が私これでも一応あの FM の、 あのコミュニティ FM の一応アシスタントさせていただいているんですけどもね、ラジオでは噛まないんですけれど、ただ時々噛むことがあってまだまだ修行しなければいけないなと思います。でも今出演している FM バーシルがですね、6月からエリア拡大しまして、で周南に住んでいる皆様にもですねお届けできるようになると思います。で周南とあと山口の方だったかな、多分大森の方もできると思うんですけどね、はい、またエリアが拡大しますのでぜひぜひ聞いていただければ嬉しく思います。水曜の夜8時ですのでぜひよろしくお願いいたします。でですね、次に歌う曲はナイトパーティーという曲でございます。これ私たちのシェアのライブでは、とってもおなじみの曲になっているんですけれども、夜の舞踏会をイメージして作りました。で私がハリウッド映画とかそういう昔のハリウッド映画が大好きでして、そのモノクロの映画に出てくるようなダンスのシーンを思い浮かべて作った曲となっております。では皆さんノリノリでいきますよ。 OK、 いきます。ではナイトパーティーです。Bye.
ベース石光さんいちそう。
ことはね、なかったんだろうなと思うと、なんかね、すごい不思議な感じですね。音楽やっててよかったなと思います。こうやってドラムもね、ベースもつけていただいてます。またありがとうございますね、石光、石ちゃん三姉妹とかやってね、ちょっと無理があるけど、まあ、女装が趣味だしね。違った、あ、言っちゃいけなかったジュリーの真似しましたもんね、前の。そう、そういう趣味があるっていうね、言っちゃいけなかったかな。とあとですね、もう本当、ステージの皆さんにもね、いつも本当にお世話になってまして、はい、すごくね、やっぱり音楽やっててよかったなと思います。その形になったのが今回のベストアルバムだと思いますのでね、はい、今回のそのベストアルバムなんですね、最後、ソングオブピースというタイトルでベストアルバムを作りました。で、最初の方だけ聴いてると、なんかレモンティーが入ってたり、ソトが入ってたり、なんかすごい元気な感じなんですね。で、最後の方にメッセージソングをギュッと入れております。で、その中でも私が一番こう力強いメッセージソングを入れたのが「ニューリギニング」という曲です。で、まあ、この曲ですね、まあ、今いろんな出来事が起きていますけれどもね、こういう時代でもこう一人一人が立ち上がって生きていこうという、はい、一人の力が小さくなくてすごく大きいんだよっていう、そういうメッセージを、私なりに込めさせていただきました。少しでも皆さんの勇気になればと思って、このニュービギニングを歌わせていただきたいと思います。ではお聴きください。
っちゃうからね、本当に。次の曲で最後です。なんかすごい私の中であっという間だったんですけども、皆さんもいかがだったでしょうか。本当に今日はですね、の最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございます。ちょっと今日はですね、本当にベストアルバムをリリースさせていただいて、やっぱり応援してくださってる皆さんが一度今のこの活動だと思っておりますのでね、今から感謝の気持ちを込めてこのシンギングという曲を最後に歌わせていただきたいと思います。この曲ですね、これから起きる出来事がハッピーな出来事でありますようにというメッセージを込めて作らせていただきました。皆さんに少しでもたくさんの幸せが訪れるように今から思いを込めて歌わせていただきたいと思います。今日本当にありがとうございました。シンギングです。Thank you.
本当に今日ありがとうございました。終わり。
すいません、あともう一曲あるんですけど、いいです、すいません、あの送ってきたお客さんもいるんで、あ、そうですよね、シャッテル途中今度は4人バージョンとかでどうでしょうか。はい、シャッテルできる、あ、できます、あ、そっか、せっかく来ていただいてないんで、あ、ありがとうございます。へえ、じゃあ、あ、1時ということで、いいですかね、皆さんお時間が許す限りお付き合いいただければと思います。打ち合わせしてないありがとうございます、お越しいただいて。さて、せっかくなのでちょっとじゃあ道しるべも入れさせていただきましょうかね。はい、ありがとうございます。じゃあこれはですね、人生を旅に例えた曲になっております。もう最終的には後悔のない良い人生になるようにというメッセージを込めて使わせていただきました。Thank you.
と今のはプログラムちょっと予定してなかった曲なんですけれども、すいません、あともう一曲、最後の最後にもう一曲歌わせていただいてもよろしいでしょうか。アルバムの一番最後に収録させていただいた優しさに抱かれてを最後に歌わせていただきたいと思います。こちらの曲もですね、メッセージソングになっているんですけれども、震災が起きた後に作った曲となります。すごくね、悲しいこととかある時でもいつも一人ではないんだよというメッセージを込めて作らせていただきました。少しでも愛の気持ちが皆さんに届くように歌わせていただきたいと思います。優しさに流れ、
ですね、あの足元少ないのでぜひ気をつけてお帰りください。あのこれからもですね、抱負、まあ、週ならもっともっと場所を広げたいんですけれどもね、皆様の応援の力があって、私たちもやる気が今日また一段と出ましたので、ありがとうございます。これからも頑張ります。本当にありがとうございました。Thank you.